いいですね。軽いんだと思います、絶対に。ありがとうございます。なんか見てる感じ痛そうやなと思ったんですけど、うんうん、全然痛くなくて。こんにちは。こんにちは。じゃあ今から施術をしていきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、膝ですか。膝ですか。あ、そうです。膝がちょっと どうされました。慢性的に痛くて、はい、なんか中学も 1,2 年とか3年生ぐらいの時からちょっと痛めてるやつなんですけど、はいはい、それが両膝。両方ともですか。何して痛めたんですか。部活でバドミントンしてて、うんうん、それがきっかけやと思うんですけど、それで痛めちゃって、うんうん、まあ部活もやめたんですけど。怪我とかではなく。あ、そうですね、怪我じゃなくて、うんうん、気づいたら痛かったって感じで痛くなったんで、うんうん、まあ、病院行って、うんうん、でもなんか治らなくて、まあ、結局やめちゃったって感じで。なるほど。現状は今どういう症状が出たりしますか。今は、普通に歩いたりは全然できるし、うんうん、今も全然痛くはないんですけど、うんうん、なんか20分ぐらい歩いたりこう、うん、とか15分以上自転車乗るとか、うんうん、結構こう運動ぐらいになってくると、うん、ちょっと痛くなってきちゃうっていうのがありますね。なるほど。じゃああまり出かけれないですよね。出かけちゃうんですけどね。出かけちゃうんです。痛くなりながらも、痛いって言いながら歩いたり、我慢しながら、我慢しながらちょっと根性でやらせていただいてます。やめてほしいです。根性はよくないです。あ、でもまあまあね、買い物とかもね、はい、行かれるでしょうし、なんとかしてきますんで。すいません、はい、左右どっちが辛いっていうのはありますか。なんか右の方が痛いと思うんです、多分。あ、両方じゃないけど右の方が強いというならぐらいですかね。はい、かしこまりました。あと他にも症状とかはありますか。あとはちょっと首元が、うんうん、もう去年の12月ぐらいからちょっと凝ってきたというか、ほうほう、痛くなってきたというか、ポキポキ鳴っちゃうようになっちゃって、自分で。あ、自分でポキってやってポキってやっちゃうぐらい気になるようになってしまったのがありますね。だからちょっとこれは整骨に行こうかなってずっと思ってました。なるほど。ちなみに首肩は左右どっちが辛いっていうのはありますか。あ、特には多分一緒ぐらいですね。一緒ぐらいですか。肩は、はい。なるほど、かしこまりました。他は症状大丈夫そうですかね。大丈夫です。かしこまりました。じゃあまず動きだけ先見たいんですが、はい、首できる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回してみてもらって、今突っ張る感じとか痛み出る、引っかかる感じがあるとか、そういうのいかがでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ今度横向きになっていただいて、はい、ゆっくりと下向き上向きってやってみましょうか。この時は突っ張る感じとかそういうのは大丈夫そうですかね。あとちょっと腰の動きも一応ね見ておきたいんですが、はい、肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈してみてもらってもいいですか。で手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。はい、痛みとか特には出ないですか。はい、大丈夫です。意外と動き悪いですね。大丈夫ですか。後ろ反れるかもしれない。あ、いきますか。もう無理しない範囲でね。一回、もう一回前屈後屈してみましょうか。はい、うん。手を添えて、後ろ反ってみて。ああ、OK です、OK です。あ、今ぐらいが正常ですね。あ、きっと。そうですね。うん。さっきはちょっと手加減してますね。おそらく。いえいえいえ。あ、あと、ちょっとね、はい、屈伸とかした時痛みって出たりしますか。一回やってみてもらってもいいですか。はい、痛みとかは特に大丈夫です。はい、歩かなければ大丈夫。そうですね、多分時間の負荷が、あ、自転車も15分以上乗らなければ今のところ大丈夫。そうですね、今日も乗ってきたので、あ、大丈夫です。15分以上乗りたいですよね。遠出ができない。OK、なんとかしますんで。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ横のベッドに移動お願いします。はい、
ゆっくりと左に向きます。楽にしてそのままですね、ダラーンと。で今度右向いた状態で、はい、楽にしてダラーン。肩の力もダラーン。一回座っていただいてもいいですか。足伸ばしたままお座りください。ゆっくりと胸を張ってもらっていいですか。ゆっくりそのままもたれましょう。後ろにもたれて、首の後ろここで両手組んでもらってもいいですか。指と指をしっかりと結びます。でもう少しね、指しっかりと結んでおいてもらって、下向きましょう。脇閉じて、ここから胸を張ってもらっていいですか。胸を張って、もう少しもたれます。脇閉じて、下向きましょう。そのまま楽にして背中丸めて、はい、OK、手をしましょうか。下向いて顎を引いたまま楽にしておいてください。これでさっきと同じように首ぐるっと回してみてもらった感じいかがでしょうか。あ、いいですね。マシになってますか。下向き上向きはいかがでしょう。あ、めっちゃ上が楽です。よかったです。左足を曲げた状態で、はい、両手をもらいます。ちょっと引っ張りますね、はい、両肘曲げましょう。さあ肘曲げたまま、そうです、このままで楽にしてください。お尻少しだけ前に、はい、はい、です。このままですね、楽にしてください。大きく息を吸って、はい、吐きます。ふーで今度逆向きでお願いします、はい、ですね、全体的にもう少し前に行きましょうか、はい、で右膝曲げといてもらって両手をもらいますね。ちょっと引っ張ります。肘曲げて、もしもう少しだけ前に、はい、OK です。このまま楽にしておいてください、はい、ですね、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと上向きで寝ましょうか、はい、足を伸ばしたまま楽にしておいてください。膝周り痛いかもしれないですけどね、ちょっとごめんなさいね。あまり痛すぎるとかやったらもう無理せずにね、すぐにおっしゃってください。
左手をもらいますね、はい、手を上げて腕の力だらーんと楽にしてみてください。手を後ろに回しましょう。肘曲げといてもらって、はい、ゆっくりと後ろに持たれます。今度逆向きでお願いします。はい、右手もらいますね、はい、腕の力だらーんと楽にして、そのままですね、腕の力ストーンと落とすような形、大きく息を吸って、はい、吐きます。ふーっと手を後ろに回しましょうか。肘曲げたままで後ろにゆっくりと持たれます。
足を曲げますね。楽にしてそのままですね。この右足曲げてもらって、そのままだ。はい、ここでじっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？大丈夫です。ありがとうございます。はい。じゃあまた動きの確認をしていきたいんですが、はい、まず首からできる範囲でいいので、ぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって。今首周りは動かしてみた感じいかがでしょうか？すっきりです。よかったです。じゃあ今度横向きになっていただいて、はい、でまたね、下向き、上向きってやってみましょうか。下向き上向きはいかがでしょうか？大丈夫です。大丈夫ですか？よかったよかった。まあ、腰痛はないんですけど、ちょっと動きだけまた確認したいんですが、肩幅足開いてもらってもいいですか？はい。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。まず前から。じゃ手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。はい。今腰は動かした感じどうでしょう？変化とかってありますか？あ、もう軽い気がします。軽い感じします。軽いんだと思います、絶対に。あと、まあ、今は症状出るわけではないんですが、はい、ちょっともう一回横向きで屈伸してみてもらってもいいですか？はい、曲げ伸ばしした感じとかは、今何か変化とかってありますか？全然大丈夫。あ、いや、軽いんじゃないかと思います。うんうん、はい。足軽い感じしますか？はい。OK です。矯正術を受けられてなんですけども、全体的な感想っていかがでしょうか？初めてボキボキのやつをしたんですけど、はい、動画とかでは見てたんですけど、うん、自分がやってみたらどうだろうと思ったら、うん、すごくてどうすごかったですか？ボキッて、ここで鳴るのと聞くのでは違うんやなと思ったけど、なんか思ったより、うん、てかなんか見てる感じ痛そうやなと思ったんですけど、うんうん、全然痛くなくて、あ、なったぐらいしかなかったので、すごいと思いながら感じておりました。あ、痛くなかったです？全然痛くなかったです。よかったです。ありがとうございます。まあ、一番はね、気になってるところは膝なのかなとは思うんですけども、まあ、首の症状、まあ、凝ってるとかそういうところもそうなんですけども、まあ、今日からまたちょっとね、帰ってから、まあ、いつでもいいで歩く機会があったら、まあ、20分以上歩いてみたりとか、自転車15分以上乗ってみたいとかで、痛み出るかどうかっていうのをちょっと見といてほしいなと、はいはい、それで痛みが出てないとか、いつもよりも倍ぐらいね、歩けたとか、うん、っていうことだったら良くなってきているということなので、また続けて、ちょっと膝周りのマッサージ痛いけど続けてね、引き続きこういう形でやっていきますので、はい、はい、じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、一度これで様子見てください。はい、ありがとうございました。